当に寒いです。よいしょ、足はこれを拭きます。おはようございます。はい、ミーティングが終わりまして、現在ですね12時15分でございます。これから軽くランチをいただきたいと思います。外はですね、今日はマイナス2度です。めっちゃ寒い。寒すぎて大変だ。はい、朝はですねこれ飲んでます。以前もね紹介した発酵されたヨーグルトです。今回はねココナッツ味を買いました。結構とろーってしてるんです。すごくない？美味しいのこれ。これはねまだ開けてないんだけど、マンゴー味です。ヨーグルトドリンクなんだけど、発酵してるから最初にねちょっと酸味があるような感じがします。はい、そういう味ですね。朝のミーティングが終わるとね、最初にニュースを見ます。普通にねつけてね BBC1 とか、あとは時間を逃したら YouTube で、BBC ニュースって皆さん検索するといろんなねニュースが、はい、アップロードされてるので、英語のリスニングにもいいと思います。これはね毎日見てる。 YouTube でねいろんなチャンネルあるよね。 Good Morning Britain、 The Telegraph、 Evening Standard、 The Sun もありますね。 BBC Sky News、 Daily Mail も YouTube チャンネルあるんだね。あとさ、すべてブラインド閉じてるんだけど、ここでねエクササイズするんですよそれまでちょっとだけ閉めておきます。めっちゃお腹すいたので、はい、これからオートミール作っていきます。木べらを持って2人分なんだけど、コップ1杯ぐらいを炒めていきます。チャッチャラチャーン。これねすごいシンプルなんだけど美味しいよ。私がねロンドンに住み始めた時に、大家さんが作っていたオートミールのレシピです。大家さんはこのオートミールを毎日食べていました。私もシンプルな味にハマってしまい、フライトの前とかもこのオートミールを食べていました。炒めていくとポップコーンのようなねいい香りがしてくるんです。はい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 、ちょっと色が出てきたらポップコーンの香りがします。これね焦げないように気をつけてください。そしてミルクを加えます。朝食できました。オートミールの上にごまと塩、そして周りにアーモンドをかけてます。こちらはアボカド、バナナ、ほうれん草、レモン、そして水です。この上にねアボカド乗せようと思ったんだけど、スムージー飲むことにしたので、はい、このままいただきます。私の彼は毎日4時間日本語勉強してます。私のモカちゃんは毎日20時間睡眠とってます。モカちゃん最近よく寝るよね。どうして？寒いから？みうちゃん、えっちゃん。はい、朝食の後は私はだいたいね夕方まで編集をしています。ずっとね同じ姿勢で座っているので、たまにね軽い運動を加えながら、作業を続けていきます。漢字忘れるよね。漢字すいませんみーちゃん、このジャケット使いたいんですけど。みーちゃん助けてくれ。みーちゃんもうやばいぞ。あと30秒です。あと13秒。はい、これからですね買い物に行ってきます。買い物といってもお店の中に入るわけではなく、私たちが最近使っているサービスはオンラインで注文して、でお店で受け取るサービスです。結構ねスーパーの中が忙しいので、なるべく人との関わりを避けるためにオンラインで注文しておくと、お店に行くともうすでに商品が用意されているので早いですし、お店に入ることもないのでとても便利です。結構まとめ買いをしてきました。あー、爪もね後で直します。同じ赤を上から塗ります。それではシャワータイム。
はい、落としました。口がやばくない？めちゃくちゃ荒れてるの今。なんか丸いよね、くるんって。はい、これからスキンケアしていきます。こういうね、寒い時期とか、あとマスクよくつけるじゃないですか最近。それでね、あの摩擦でこう乾燥したりっていうことを防ぐために、私はこちらの商品を使ってます。提供でいただいたんですけども、めちゃくちゃ良くて、私もね数年使ってます。はい、こちらはサボテンオイルという希少な美容成分がたくさん入ったオイルです。はい、これをね最後につける。で、これはイノセントヒトセラムという美容液なんですけども、これをね最初につけます。今お風呂入ったばっかでさ、何もつけてないからと乾燥してるかな。はい、これをねつけるとね、お肌にもうどんどん染み込んでいくのが分かります。私さ、これさ、もうさ3本4本ぐらい使ってる。もうあと少しなくなるんだけど、これはねもうとっても優秀なのでたっぷり使います。ちなみに私の母も使ってます。私の母はね、これとサボテンオイルとか、この会社から、ね、出ている商品、いろんな動画でね紹介したことあるんだけど、シャンプーとかね、いろんなものをお母さんも使ってて、と成分とかね使い心地がすごいいいんですよ。この美容液はめちゃくちゃおすすめです。浸透感とか、この見て、美容液しただけなのにもうしっとり、急にしっとりするこのね速攻性というか、はい、もうこれがすごい、はい、使い心地も軽いし香りもね優しいです。で、この上に普通の化粧水をつけていきます。この美容液の後に化粧水をつけると本当に驚く、もうねしっとりします。すっごいしっとり、つるんってしてますね。はい、この上にオイルを塗ってきます。こんな感じで手で伸ばして、手に伸ばしてつけます。これね、次の日まで潤ってますし、お肌が荒れた時とか、はい、これを使うと落ち着きます。刺激もない、このオイル希少らしいですよ。で、自分のお肌に合うか試されたい方は、最近からねちっちゃいお試しサイズが出ました。なんかサンプル、そう、それがね500円ぐらいなので、はい、ぜひね、ポケボトルを買う前にちゃんといいのかどうか試すために、はい、使ってみるのもいいかなと思います。オイルで蓋をして終わります。まあ本当に本当に乾燥するときは、このオイルの後に、クリームをつけます。はい、そうするとね伸びやすいっていうのもあるんだけど、だいたいね、まあこのオイルだけでいいかな。セロム、化粧水、そしてオイル。はい、で、このオイルには他のオイルと比べてビタミン E とか、あと保湿成分が結構ね多く含まれてるんですね。なのでちょっとねお値段張るかもしれないんですけど、あのお肌にすごいいいです。アンチエイジングにもいいし、もうこれは私ねずっと使い続けていきたいオイルですね。はい、ってことで、これでスキンケアは終わりです。ますよ、みーちゃん、もかちゃん、寝ますよ。なんかいい香りすると思ったら、カレーがホーリックス作ってます。甘いからね、私は飲まないけど、ちょっと盗み飲みしよう。お風呂長いから盗み飲みする。熱い、甘い。みーちゃん寝るよ。髪の毛かわすの忘れてた。髪の毛かわすの忘れてた。みー、おいで。みーちゃん、みーちゃん、みーちゃん、I love you, みーちゃん。 I do this every day, don't I? My Kindle is a bit slow. Today, I'm going to read 一流の記憶法記憶力悪いからね、私。カイジの漫画読んだり、カーネギーさんの本などを読んでおります。眠くなるまで読んで寝るという感じです。はい、私のねこの枕はいつもねみゆちゃんが寝ます。はい、どうでもいいですが、髪を乾かして私は寝ます。皆さんおやすみなさい。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。まず一応ミルクね届くんだけど、毎週2回だけど、それに加えて豆乳と、あとは、ね、あ、2つ豆乳買ってる。はい、2つ豆乳です。たくさんお野菜も買いました。こういう感じで卵
これ何個なんだろう。30個入ってますね。ちゃんとライオンがついてますね。はい、なので生でも食べれます。はい、結構こっちに入れました。ビーンズ、お野菜中心ですね。主にキノコ類とか、あとはヨーグルトですね。これね、あの普通のヨーグルトよりもタンパク質が入ってるんですよ。そうなので、はい、もうこれね食べ終えちゃうから、あと2つ買いました。こんな感じでフルーツ作っておくんですよ。フルーツカクテルを作って、その上にヨーグルトとかけて食べます。美味しいですよ。どいてくれますか。みゆ、ここで寝るの。みっちゃん